それとあとこれ先ほどあちらで、お話しいただきましたシリコンゴムの矢張の開発、あ矢金の開発とあとスパンテックスを用いた軽量なその、矢金の代用品の開発、このあたりも随分なんかご苦労されたということで。そうですね、シリコンゴムっていうのはもともとヨーロッパから高速織機と一緒についてきた部品の一つなんですけども、あれを見てですね、ああ将来こうなるんだなということで、とにかくこのものを輸入してたにはうんと高いものですから、なんとか国産でできないかということで、あちこち探しまして、探し当てたのがその東京の長柳さんというゴム会社なんですけども、ここでほぼ近いものができたんですよ。で、発表しましたらかなりその反響もあって、例えばね、随分あちこちで使ってもらって、あそこなんだっけな、笠城さんなんて旗屋さんあったのご存知でしょうかね。あそこなんかもレペア食器、津田駒の LKR っていうレペア食器なんですけども、これでやっぱり高速ある程度のスピードが出るもんですから、非常に喜んでいただいたんです。汚れは出ないし、スピードも上げられる。ただね、問題はそのシリコンゴムっていうのが非常に亀裂に弱いっていうか、なんかちょっと傷がつくと破断するんですよ。パッともう切れてしまう。そういうこともあって、やっぱりこれは、長続きしませんでした。で最後にオリジナルのレピア食器の開発ということで、なんか、高崎の方の旗屋さんに、これはですね、富永式のこういうふうな食器の機械を、うちも販売させてもらってたわけなんですけども、高崎のあれはね、裏絹を織ってる会社なんですけども、小幅のこんな小さい食器なんですよ。で3人ぐらいいると食器が持ち上がっちゃいそうな、軽い食器なんですけども、それをそのレピア化したいという相談がありまして、それでテクリオと相談したら、じゃあやろうってことでね、向こうから食器を持ってきて、組み上げたんですよ。で動くんですよ、ちゃんと動くんですけども、何しろね、向こうの小さいシャトルってのが200回ぐらいの回転乗ってるんですよね、シャトル食器なんですけども。それでまずスピードが追いつかないってことと、無理にスピードを出しますと食器が踊っちゃってね、もう全然その話になんねんですよ。もうこれもこれはダメだということで、開発したあれはもう全然元が取れずにやめてしまったという、これも失敗したとこですね。で、もう時間になってしまったんですが、お話を聞いてますとですね、非常にこうまず誰かがこういう現場の中で出てくるですね、やはり機械直しだったり、あと旗屋さんだったり、そういったところからこうやっぱりかなりこう具体的な要望がオーナーさんの方には、来るのかなと。昔はありました、最近はあまり最近はあまり、で、あと技術の部分でですね、各旗屋さんだったり他の製造業ですね、そういった様々な技術を持つ会社のいろんな情報を持っていらっしゃると。で、この2つをこうオーナーさんがつないでらっしゃったのかなという。で、その中で、この希望と技術と、つなぎ役としてオーナーさんがご活躍されていて、さらにはその業界を俯瞰で見ていたというところから、こうオリジナルのフィーラーモーションを、販売したり、中古食器の改良をして販売したり、先ほど出てきました白用のボビン巻きを、製造して、販売したり、耳付きのレピア食器ですね、それとあとマブに冒頭板を取り付けると、こういろんな多分不可能だとかいろいろ散々言われたというようなものをですね、こう
チャレンジしてたと思うんですけども、はい、もうボート使いはまああのとにかくボート使いができるジャカードっていうのは普通 の, あのカットペーパー式の、うんまあ、単動ジャカードなんですけども、これはあのキルのジャカードはもう全然その食器とそのタイミング的に合わないんだからダメだよと言われてたんですけども、まあ、それをまあやってみたらうまくいったということですね。これは非常にですねこう見てるとそのベンチャー的なその隙間をですねこ う, うまいこと形にしていくことができるのかなというように感じました。でやはり、多くの人からそうにこれ無理なんじゃないかとか、あと実はですねこの間ちょっと伺った時もとあるカツラメーカーから相談を受けたそうなんですね。でそこでそこのまあ、来た方のお話を伺っていると非常にもっとこうしたらいいんじゃないかああしたらいいんじゃないかなっていうやはりいろんなアイデアだったりそういったことをこうアドバイスできると。で非常にそのアイデアをですね、こうオーナーさんにぶつけることによって、形にするということが、できるんじゃないかなと。先ほどシリコンゴムのもっと細いやつですよね、はいはい、それを、編んで人工の肺にしたりですとか、まあ、そういったことでですね意外に気流以外のところからの相談の方が多いというようなことをちょっと、そうだといいんですけど大したこともないんですけどね、やはりこう単なる機械だけを扱うんではなくてそういうふうにいろんな技術だったり、いろいろそういう希望ですね、形にするというところでやはり桐生はまだ桐生屋さんというのはやっぱり5軒か6軒ぐらいはございますよ、はい、でその中でもでももう随分古くやってらっしゃるんじゃないですか。桐生屋さんのところっていうのは、まあ、だから機械を、まあ、今厳しい状況ですよね。桐生屋っていうのはもう畑屋さんがどんどんやめていく、ここ半年でももう主だったあれと思うようなところが3軒もやめられて結局そうなってくれば我々の商売の領域も少なくなってきますので、まあ、できるだけもう桐生に売らず他の産地でもそうなんですけども、まあ、できるだけ、なんとかその他の産地のお客さんにも、うん、なんとか対応できるしていかなくちゃいけないということで。やっておりますけど、やはりそういったアイデアを持って伺ってみるとまたいろんな可能性というかそういったものが、オーナーさんのところに行くとあるのかなというところを非常に感じました。でこれからもやはりそういう業界の下支えとですねやはり新しいものがどんどんそういう医療の分野だったりというところで使われてくると思うので、そういったところでもぜひこういろいろ裏支えをですねしていただければなというふうに思います、はい。ちょっと時間の方が押してしまったんですが、本日は桐生屋さんのですね、オーナーさんにお招きしましていろいろお話を伺いました。本日は、ありがとうございました。皆さんいろいろ知っていらっしゃる方ばっかりのところで生意気なこと言って申し訳ありませんでした。どうもありがとうございました。じゃあ最後に大きな拍手を。ありがとうございました。来週来週がですね最初新井純一さんと渡辺さんの両者のお話だったんですけれどもちょっと都合によりましてその、ま、次の週でした吉田さんを来週吉田さんに講演をしていただくことになりました。森秀織物の大番頭ですねまたお召しを何点も出していただけるというお話なので、はい、楽しみにして来てください、はい、よろしくお願いします、はい。本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様です。時間が随分